こんにちは、アホカト農園です。のんびりバタバタ田舎暮らしをしています。今日はタケノコ山に行きます。3月終わり頃から出る古山岳といって、アクの全然ないタケノコです。酢味噌にしたり、あとなんだっけ、煮物にしたり、あと味噌汁に入れたり、天ぷらにしたり、どんな料理をしても美味しいです。すごい山の中に入っていくので、ちょっといろんなものに気をつけながら歩いていきます。道も音がきれいに鳴いてるので歩きやすくなってます。そのイノシシの音を、背中をかくところちどこだった？背中かいて、虫とか、うん、それを落とすと、そんなとこがあるんだ、うん、ここ見てください。赤身茶よねこれね、うん、赤身茶がツルツルになってるんだけど、イノシシがこの赤身茶に背中をこすって、そこに虫とかタミとか虫とかダニとかそういうのを落とす場所だそうです。なんかすごい綺麗、ツルツル。初めて見ました。またどんどん山に入っていきます。ちょっとまだジメジメしてるからなんか怖いね。うん、見てよ。ちっちゃな川が、水が流れてます。ちゃんと登りやすいようにロープとかつけてるので安全です。安心です。エビネとかなかったっけ？あるよ。山の中いろんな花が咲いてます。何エビネだったっけ？奄美エビネ、夏エビネ、春エビネ、まだ咲いてないもんね。これだ。ほら。咲いた後だけど。うん、そうそう。ね。春エビね。葉っぱが、新芽が出て綺麗ね、うん。本当はこの咲いた後のつぼみ、取ってあげた方がいいのにね。竹が見えてきました。竹やぶはなんかすごい明るいね。火が当たる。おお、明るくなってきた。10分弱ぐらいか今歩いて。火が照ってるね。なんか川入ってから倒れてますよね。どっかエゴの木がある。エゴの木の花が落ちてる。白い花。これもほら、ああ春エビね。去年、一昨年まではタケノコたくさん取れてたんだけど、去年はイノシシに全部やられて一本も食べれませんでした。だから今年は早めの対策をしてます。
なんかタイヤ、車のタイヤを竹林の周りに置いたら、イノシシがそのタイヤの匂いが嫌で寄ってこなくなるっていうので、周りにタイヤをたくさん置いてます。ぶら下げてるのよね。どこだっけ、こんな感じ。やっぱりイノシシの鼻とかはすごいっていうことだよね。あの匂いを嫌がるんだからね。あとは重油、廃油も嫌いなので、廃油を布に湿らせて、その布をあちこちにぶら下げてる、置いてる。いや、布に染み込まして周りにこう置いてるのよね。直接かけたらやっぱり山に悪いから、枯れてるあの木の、うん、この草、木がもう完全に倒れて、その上に染み込みがいいから、そこにかけるかも。布にかけて、それをあちこち竹じゃない木にちょっと引っ掛けて置いてるそうです。それで今年は何回かは来てたけど、あまり食べられてないもんね。ほら出てる、ほらほら、こんな感じで見して見して。おお、本当だ。今年は早い。こんな感じで竹が大きくなってます。1メートルぐらい、太さ的には直径3センチぐらい。これがやっぱりとっても美味しいんだよな。なんか竹の味、うまく表現できないけど美味しい。他にも見ていきます。去年入れなかった分、ちょっと他の木が大きくなりすぎて荒れてます。あっちにも一本発見。お、結構出てるね。大きいのは来年のために残すの？小さいのは取った方がいいでしょう。じゃあこれから収穫していきます。竹がなんか刺さりそうで危ないね。お父が収穫をします。そこ1本しか取らんの？そろそろ、うん。そろそろ、うん、あ、それはもうでかいね。これなんか取ってんじゃん。うん、昔ばあちゃんなんかと聞いた頃は、なんであんなにいっぱい取れよったんだろうね。すごい取れてたのに、ここ 4,5 年はあんまり出ないちょば。そうね、昔はだってアンタン袋の5、6個1回で持って帰りよったかね。ね、今はせいぜい1、2個でしょ。不思議だよね。手入れしてるんだけどね。1個は残さんでいい？どれでも太い方。でかいの。そう、細いのはいらん。その1メートル四方ぐらいで、もう何本？6本、7本、7本取れました。あれなんか太いよ。ああ、でも上の方が食べられてるよ。食べられてる。うん。やっぱり太いのを食べるのか、イノシシは。うん、あ、ここもじゃん、ほら。イノシシやっぱり来てるな。ほら、これ。イノシが食べた後、先っぽの方だけ食べてる。
でも去年は全滅だったからね。今年はまだいい方だよね。ま、急に小雨が降ってきました。山の中の雨はちょっと怖いです。こう竹林の中に真ん中に道があって、収穫したものをこう道に出していくから、それを後からカゴに拾っていきます。ここに一箇所出して、ここにも一本、意外にこの道に、道の周りにたくさん出るんだよな。でここにも収穫して置いてある。で上の方にも、いや雨がやばい、ここにも収穫してあります。弟たちがタイヤをぶら下げたのをちょっと見ようかな。こんな感じでイノシシが通りそうなところに上手にタイヤをぶら下げてあります。あ、これで今年はだいぶイノシシを防げてます。収穫終わって、もう今日は雨が降ってきたので早めに帰ります。山の天気はやっぱりこんな感じでコロコロ変わるのかい。今日天気予報では晴れなのにね。ここがやっぱり木がすごいよね。このちっちゃい木、切り前かもね、全部ね竹じゃなくて木になってる。この中まだあるのにね、取れないね。もういいね。今年はこの辺はちょっと明るくするために取らんで。じゃあ山を降りていきます。今日の収穫終わり。この山にあるヘゴもすごいわ。なんかこう模様があるのは日陰ヘゴチタネ。これはだから模様がない、真っ黒だからただのヘゴ。すごい、やっぱりお日様めがけてぐんぐん伸びてる。山のこう空を見る感じってとってもいい感じ。この隣にあるちっちゃいのは模様があるから日陰ヘゴ。南国っていう感じがしていい感じ。あと帰ってきました。お疲れ様。行くときは遠いって感じるけど帰りは意外に楽勝ね。うん、イノシシの過ぎたっけ？もう後ろだった？降りたとこ。あそこの粘土ほんといいわ。今度ピザ窯作るのにちょっともらわんばいか。隣の竹もだいぶ太くなってきたんじゃない？最初ね、細っこいのばっかり出とったけど。収穫してきました。30本ぐらい、うん、もっとあるかい。なんか今年は太いのは残そうって決めたので、細いのだけを取ってます。太いのを残す理由は、太い竹のところには、の横には太い竹が出る。細いのを残してると細い竹しか出ないっていうのをじいちゃんがずっと言ってたので、太い竹は残すことにしました。去年は全部イノシシにやられて、一昨年までは太い竹がたくさん残ってたんだけど、なぜか今年はその太い竹が全部枯れてました。なんでだと思う？去年イノシシ根っこをやられたのか、うん、
風が強かったのか。風が、ああ、両方よね。今年の風はなんか異常に強いもんね。それか根っこを、もうまだ芽が出る前の竹の子を食べてたもんね、主、うん、がね。まあ、10センチぐらい掘って食べてるぐらいだった。だから理由はその2つかわからないけど、竹が枯れてたので、今年は太い竹は残します。じゃあ今からこれを剥いていきます。まず上から10センチぐらいのところに切り込みを入れます。その後切り込みのところを持ってこうねじっていく。これうまくできん。あれ、おばちゃんたち上手だったのに、うん、切り込みが足りんのかい。そしたら皮がむけるはずなんだけど、あとはこう上の方から剥いていきます。この上の方は赤いところを取って、あとこの先っぽ酢味噌にするととっても美味しいです。ちょっと湯がいて、この下はどうせ食べられんもんね。こういうなんかたまにガブガブしたのがあるじゃん、うん、それはあんまり身がないから、うん、もうそのまま置いといた方がいいかも ね、あんまりね。でこの下と、これも7月に出たタケノコと一緒で、こうスッと入るところだけを食べる感じ。だから食べるのはここと、あとこれをジンジャオロースとかにして食べる。映ってる？これは酢味噌にしたり煮物にしたり、これはジンジャオロース炒めたりして食べます。まだ柔らかいのが、柔らかいところがいっぱいだ。このガブガブしたところは硬いのが、ちょっと硬そうな、ちょっとじゃりきった。はい、こんな感じで、あとは湯がいていきます。